II は現在ユネスコの招待を受けるなど一連の海外スケジュールのためフランスのパリにいる。6月26日、パリのユネスコ本部にて、デス・イブンティーンは正式にユネスコ青少年親善大使に任命された。ユネスコ事務局長オードリー・ダズレーがメンバーと写真を撮り、メンバーはイミシーン夢について語った。水曜日、携帯電話がカメラを持った大勢の人たちに囲まれたレストランから、数人の S イブンティーンメンバーが出てくる動画が広まった。オープニングの動画には奇妙なところがある。その理由はオープニングが食事をしながら S イブンティーンを待つ左遷の行動を非難しながらも同時に間違った曲を埋め込んでいるからだ。オープニングは S イブンティーンの曲を使う代わりに同じ名前のインドネシアのバンドセブンティーンの曲を使った。さらに驚くべきことは、オープニングが、アヤエイチという曲を選んだことだ。彼はただそこに置いただけだと言われている。これに対して、カリフォルニアラットは、アーティストの曲を知らずに左遷のように振る舞い、ファンのように振る舞ったオープニングの行動に腹を立てたり笑ったりした。